景気も悪くなってきましたから、そろそろみんな考えなきゃいけないというのは、これは私が町の町内会長とかと話してても、どうですか、ご時世変わったと思いませんかみたいなことで、あ、そりゃそうだなみたいなことがありますね。まあそういう機運が出てきたでしょう。まあ、震災と原発事故はその意味の景気にはなったと思います。あとは原発事故の大きな影響というのは、やっぱり政府に対する信頼が少し落ちた。まあ何も考えてやってなくても、多分政府と会社が何とかしてくれるだろうとみんな思ってたわけですけど、その度合いは下がったとは思います。まあ今でもまだ強いですけどね。最後は政府何とかしてくれると皆さん方思ってるんじゃないか、思ってません？思ってない人は今から日本銀行券に頼れない可能性があると思ってますよね。日本銀行券が明日から金崩れになった場合はどうするかとか、そういうことは香港の人とかちゃんと考えてますよ。香港の人は香港銀行券なんて何も信じてませんからね。私の父は88ですけど、いいか英治、お金が貯まった時は全部500円玉にして地下に埋めとくんだって言いましたから、彼は戦後のインフラの時に預金凍結になって高額紙幣流通禁止になったということを覚えてますよね。民主党だそうですが、何かありますか？どうぞ。はい、どうぞ。評判の悪いって言ってくださったことで、京都でいいよ。あえて民主党で頑張っていらっしゃる、まあ、小沢さんなんか、たまたま計画書を作りましたけども、あえて民主党にいるというご自身の信念はどこにあるんでしょうか？民主党にいる理由を聞かれると、誤解を恐れずに言えば、辞めるのは明日にでも辞められるということではあるんですけれども、その真面目に考えればですね、例えば政権交代の3年3ヶ月、まあ、多くの人たちが、まあ、特に民主党の議員たちは、まあ、選挙になれば大変な思いをしておりますけれども、だけどこれは民主党をこれからどうするかというよりも、戦後の日本の政治史の中で考えたときに、少なくとも民主党に大変いろんな問題があって、まあ、自民党よりも民主化の考えの人たちも今でもいますけれども、だけど戦後の日本政治史の中で少なくとも自民党に3年3ヶ月たって新しい政治を作ろうという努力はしたと思うんですよ。もちろん普天間の問題とか消費税の問題とか、ヤンバダムの問題とか大変な問題点はありますけれども、しかし皆さん冷静に考えたとき、例えば政権交代が起きて3年3ヶ月の中で、麻生政権、自民党政権の最後の麻生政権の時に、あの年の夏だったと思いますけども、生活保護を受けている母子家庭の加算金が廃止されたんですよね。だけど政権交代が起きて12月に生活保護を受けている母子家庭の加算金が復活しただけではなくて、これまでの政治では実現できなかった母子家庭への補助というものもできてきた。あるいは自民党政治の下ではずっと学校、高校に通っているのに、家庭の事情で、経済的な事情で中退せざるを得なかった人たちがどん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 増えてたんだけれども、高校授業料の無償化も含めて高校を中退する人たちが半分に減ったとかですね、一つ一つのことを見ていけば、やはり成果はある程度あったっていうところも認めなければいけないと僕は思っていて、だからもっと客観的に見れば、もう一度繰り返しますけれども、戦後の日本の歴史の中で、政治史の中で、少なくとも議会制民主主義に基づいて選挙で政権交代が起きた、その失敗の原因は何だったのかということをちゃんと分析総括するっていうのは、これは民主党がやらなければならないことであるだけれども、同時に政治学者も含めて日本人がきっちりとそれを位置づけて、何が問題にあったのか、もし今度政権交代が自民党から起きた時に、その政治勢力が失敗しないだけにも、この3年半3ヶ月っていうものは批判するだけではなくて、まあ批判的な分析総括っていうのをやっていかなければいけない、そういう思いがあるから、未だ造反し続けながらも今とどまっているというのが現実です。まあいろいろ言いたいことがあるんですけども、私はついでに補足しておきますと、民主党に政権交代したことの最大の成果は、政権交代できるんだということを示したことです。万年ずっと永遠に自民党でなくてもいいんだな、別に天地がひっくり返るわけでもないんだなということを経験したのは大変大きなことです。あと官僚の態度が変わります。もう長
政権交代の前はですね、自民党以外の政党の議員に取り次いでもらおうなんかして全然ダメです。今はどこの政党が与党になるか分かんないから、そういうことができなくなりました。それは結構大きなことであって、民主党の議員に取り次いでもらっても他の党の議員に取り次いでもらってなんとか班長から情報を出してもらえるようになりましたけど、昔はそんなことできませんでした。だから自民党がずっと永遠じゃないんだと、自民党にだけ忠誠尽くしても安泰なんだっていうふうに思わせる意識が消えただけでも大変な効果です。まあもちろん民主党のやったことってのは、まあ、それなりに肯定できないところたくさんありましたけども、その効果を認めた方が私はいいと思います。あとまあやっぱり政権交代一度やって政権について失敗したけどいろいろ経験を積んだ議員がたくさんできたっていうのが大変な利点です。やっぱりずっと万年野党だけでやってる議員しかいないとね、それはそれで問題ですから、まあこの次どう進むのかは見てなきゃいけないですよね。はい、他何かありますか。やっとメーリングどうぞ。案内言われていい機会ですよ。はい、秘密保全法について 特定保護の秘密保全法についてどういう意見を持っていらっしゃいますか。まあ、一言で言えば反対です。でこれはご存知の通り1980年代に、まあ、マスコミ報道の表現によればスパイ防止法っていうのが出てきて、まあ、私がずっと取材をしていた統一教会などが草の根から自民党を動かして、まあ、それを通そうとしたんだけれども、結果的に世論の力によって自民党の中で意見が分かれたことによって廃案になったという経過がありますけれども、しかし今度出てきている特定秘密保全法案については当時 あのスパイ防止法によりも深いその防衛秘密だけではなくてテロ情報も含めてより多くの網を張ろうとしていますし、でさらには表現の自由との問題だけではなくて知る権利というものがきっちりと十分保障されていない状況のもとで、やはり今日も朝日が一面で書いてありましたけれども、アメリカの要求に基づいて、作っていく法律だということがだんだん明らかになっておりますんでね、やはり、まあ、対米従属の日本が、まあ、そういうところでもアメリカの言いなりになっていくのか、で逆に言えばそういう秘密を持たざるを得ないような国づくりってのは一体何なのかということを含めて、これは日本弁クラブも日本弁護士会も含めて、反対の態度を明らかにしているっていうのは、何も今さらそんな法律を作ることなく必要ならば現行法でいろんな対応ができるという判断をしているからであって、私もそういう立場でこれから国会でも行動していきます。はい、絶対に反対してください。もう指定してます。はい、はい、他にアリさん、まあ、貴重な機会だと思いますので、何だか意見でも意見